した動作に対して水から押し返される力があります。この水から押し返される力を使って、こんにちは、富士スイミングクラブの綾澤です。今回はクロールの技術について説明していきたいと思います。見ていくポイントとしては、太ももがしっかり動いているかどうかというのを見ていきます。太ももが動いているということは腰が必ず動いているはずです。腰の動きが太ももに伝わって、その動きがだん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 足の先の方に動いているというのが理想なキックになってきます。腰が動いてない、太ももが動いてないという方は膝から先だけの部分しか動いてないキックをしている可能性があります。この場合何が良くないかというと、しっかり水を蹴るために膝が曲がりすぎてしまっている可能性があります。膝が曲がりすぎると、膝が曲がった時に足の裏のふくらはぎのところに水がぶつかってブレーキになってスピードが落ちる、スピードが落ちるせいで体が全体的に沈んでしまう。体が沈んできてスピードが落ちると、意識的にはもっと一生懸命キックしなきゃという意識が強くなってきて、より膝を曲げて力強くキックを打って、そのせいで水のブレーキも多くなるし、水のブレーキが大きくなったことによってより体が沈んで、さらにスピードが出ないという悪循環になってしまう可能性があります。どのように進む力が生まれるのかというのを説明していきたいと思います。まずクロールのキック、足を上から下にぐーっと蹴り出すことで進む力が生まれます。主にこの足の方からすねにかけてを斜め下の方に蹴り出します。蹴り出すことによって下に蹴る力と後ろに蹴る力が主に生まれます。この下に蹴る力、後ろに蹴る力、この蹴った動作に対して水から押し返される力があります。その水から押し返される力を使って進む、浮くという動作につなげていきます。普段キックをしているときというのは、上にある足、下にある足、左右交互にキックをしているので、片方の足が上にあれば反対側の足というのはちょうど蹴り終わって、ちょうど足の位置が下にあると思います。ここから次のキックをするために、上にある足というのは下に下げていきます。下にある足というのは上に持ち上げていきます。この時に足と足で水を挟んでいくイメージでキックをしていきます。水を挟むと、ここに溜まった水がだん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 太ももの方が動いてくると押し出されていきます。この水が後方に押し出される、この力に対して先ほどと同じで水から押し返される力があります。この水から押し返される力を使って体を前に進ませます。
では実際にどのように足を動かしたらいいのかというのを説明していきたいと思います。一番最初の時に腰の動きが太もも伝わって、太ももの動きがだんだん足の先の方に伝わっていくという形でお伝えしました。実際クロールのキックを打っている時っていうのは、上にある足、下にある足、2つに分かれます。これは歩いている時をイメージしてもらえばいいんですけども、足を一歩前に出した時、前にある足っていうのはクロールのキックで言えば下に蹴ったキックですね。この時に腰っていうのは少し体に対してぐーっと前の方にあります。逆に上の方に上がっている足っていうのは体に対して少し後ろの方に下がっています。この歩くたびに腰の位置が入れ替わる、この前と後ろというのを泳いでいる時でも、上と下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 という形で入れ替えながら足を動かしていきます。苦手な方というのは一生懸命こう下に蹴ろう蹴ろうっていう意識はとても強いと思います。足を下に蹴ろう下に蹴ろうっていう形で下に蹴ってはいるんですけども、その後足が上に持ち上げられてるかどうかっていうのをちょっと意識して練習してみてください。足の位置がぐーっとキックして下がります。この後足の位置が1回1回また最初の位置まで、この上に上げたこの位置まで戻ってきてるかどうかというところが一つポイントです。上に上がってきてるからまた同じだけの幅で足を動かすことができます。これが最初ここの位置からスタートしてぐーっと蹴ってきました。でその後持ち上げたつもりでも上がりきらなければ、今度蹴り幅っていうのは小さくなってきます。足が上がってこない、蹴り幅が小さく、そのせいでスピードが落ちてくるというような悪循環につながりかねないので、必ずキックした後は足を元の位置に一回一回戻してあげるっていうのを意識してみてください。足を持ち上げるときっていうのはこの辺りの筋肉ですね、お尻からこの太ももの裏にかけての筋肉っていうのを使ってあげます。立ってるときで言えば足を後ろに持っていくというときは、ここの部分の筋肉がギュッと縮んで足がぐーっと持ち上げられます。普段キックしているときにお尻の筋肉は全然使えてない、キックしているときにキック一生懸命長い距離やったけどお尻の筋肉は全然疲れてないという場合は、蹴る力、この蹴る力だけが強くなって、この上げる意識っていうのはあまりされてない可能性があります。日頃からキックするときにもちろん蹴る力はもちろんなんですけども、お尻から足を持ち上げるという意識を持って少し練習をしてみてください。はい、次はキックの練習を行うときに気をつけてほしいポイントを3つ紹介していきたいと思います。1つ目ですね、ビート板を持って練習するときなんですけども、ビート板を持っているときに肘がこうやって曲がってしまうと全体的に体が沈みやすくなります。しっかりビート板を持ってしっかり肘を伸ばして、ビート板に少し体重を乗せるようなイメージでキックをしてください。そうすると浮いた姿勢が作りやすくなるので姿勢の崩れっていうのがかなり防げます。はい、2つ目のポイントは、ビート板をしっかり持ってたとしてもキックをするときにお腹がこういうふうに落ちない、お腹がこういうふうに反った姿勢にならないように気をつけてください。反った姿勢っていうのはこの腰の動きがすごくやりづらいです。そうすると腰が動かなくなって結果的に膝から下だけの動きになってしまう可能性があるので、体が反らないように少しお腹をグッと入れるぐらいのイメージでキックしてもらってもいいと思います。3つ目です、ビート板を持って顔を上げてキックする場合なんですけども、できるだけ
鼻まで水の中に入れてキックするようにしてください。これがキックするときに口までこう出てる状態でキックをしていると頭の位置が高いので、その反動でお尻が沈みやすいです。お尻が沈んだ状態でキックをしてしまうと、そのお尻が沈んだ状態でのキックの形を体が覚えてしまうので、結果的に泳ぎにつながらない可能性があります。できるだけ頭の位置を下げる、最低でも鼻の位置まで、なるべく腰が浮くようにした状態でキックを練習してみてください。はい、これで今回の動画は終わりになります。今回のポイントとしては、クロールのキックを行うときは腰の動きがだん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 足の先の方に伝わっていくと、キックするときに下の方に蹴るだけじゃなくて上の方にしっかり持ち上げる動作をしてあげることによって腰から動いてくれます。このときにお尻の筋肉を意識して足を持ち上げてあげると、きれいに腰から動いてその動きがだんだん足の先の方に伝えることができると思います。キックは泳ぎの形を作っていく中で一番基本となる部分となります。キックがしっかりできるからこそ体が浮いて沈まないだけのスピードを生み出すことができます。体が浮いて沈まないスピードがしっかり作れれば、手の方は進むための動作に 100% 集中できます。おそらく苦手意識の強い方も多いと思います。まずはキックができるからこそしっかり体が浮いていきます。腰からしっかり動くというキックができるようにたくさん練習をしてください。はい、では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。